近畿大学は大阪府東大阪市小赤校3-4-1に本部を置く日本の私立大学である。1943年に設置された。大学の略称は近代。分離合わせて14学部48学科を要する総合大学である。本部キャンパス本部キャンパス。近畿大学は1925年に財団法人日本大学が設立した。 日本大学専門学校を延言とし、1939年に日本大学大阪専門学校と改称し、翌年には日大から経営分離した。太平洋戦争下の1943年に大阪理工科大学を開学。1943から44年に起きた大戦争道の混乱を収束するために、東京から派遣された世耕孝一が、 大阪専門学校の校長と大阪理工科大学の学長になり戦後も引き続いて新生近畿大学総長及び理事長に就任したことから世耕が事実上の創設者とみなされている2005年6月に格付け投資情報センターから AA マイナスの財務格付けを取得格付けは2014年9月に AA ポジティブ2016年10月に AAA に格上げされ、維持している。日本国内の私立大学において、有数の学部、学科数、並びに在学生、卒業生数を有する伝統や、歴史のある大学として知られており、マンモス大学としても知られる。近畿大学によると、短期大学を含め、約3万3400人の大学生が在籍し、西日本では、最大級としている。なお、 朝日新聞出版発行大学ランキング2012年度版の大学別同窓会員数ランキングで同学は日本大学、早稲田大学、明治大学に次ぐ第4位となっている近畿ユニバーシティと英語表記の際に近畿の発音に似ていることが問題視され近代ユニバーシティに表記が変更になった経緯がある2014年3月6日に 近畿大学は2014年度の一般入試志願者数が過去最高の10万5890人に、総志願者数も14万人を超えたと発表した。これは、早稲田大学、明治大学、法政大学、日本大学などを上回り、首都圏以外の大学では初めての志願者数日本一となるものであった。2019年3月12日に、 近畿大学は2019年度入試における14学部の一般入試志願者数が確定したと発表した。一般入試志願者数は15万4672人で7年ぶりに減少したが、推薦入試を含む総志願者数では20万8564人で過去最高を更新した。要因として近畿大学ではメディアへの露出増加、 近代エコ出眼による、候補効果女子志願者数の増加の3点を挙げている。見学の精神、実学教育と、人格の等や教育の目的創立者である、世耕光一が唱えていた、人に愛される人、信頼される人、尊敬される人の育成を、そのまま教育の目的としている。展示施設、不登館2009年9月17日には、 東大阪市の本部キャンパス内の中央図書館に創立者の世耕光,光一の掲げた道学の見学精神を継承しつつ形あるものとして後世に残し伝えていくことを目的とした展示施設不当館が設置された。現在は第18号館に設置されている。1925年に日本大学は 大阪府中河内郡水戸村にて日本大学専門学校を設置。1940年に日本大学から経営分離し、1943年に大阪専門学校となる。同年に大阪理工科大学を開学。1949年の学生改革で近畿大学となった。 一村三枝章は24年頃正門から本館を望む本部キャンパス東正門付近交渉。学園章は学園花である梅の花をモチーフとしたものである。これは、梅花創設を経て開くイコール自然の厳しさを経て、春一番に品格高き花が咲き開く、という思いを梅の花びらで象徴したものである。また、 五つの花びらと中心の花芯によって、大学の、大という文字と、人そのものを表現したものとしている。これは、大学の現在、及び未来に向かっての存在と位置をかたどる、という意味が込められている。そして、花弁の一部がやや離れているのは、未来思考に基づく内面の未完、さらに十一、完熟を目指し向かう形詞を表しており、 それらの思いが一本の強い線で貫かれているものを表現している。学生歌集東大阪、本部キャンパス、奈良キャンパス、奈良キャンパス多目的ホールつながる館、大阪狭山キャンパス、和歌山キャンパス、広島キャンパス、福岡キャンパス関連大学東大阪、本部キャンパス、奈良キャンパス、大阪狭山キャンパス、和歌山キャンパス、広島キャンパス、 福岡キャンパス東大阪、本部キャンパス医学部附属病院近畿大学の各学部、研究所の研究成果を社会に還元、提供する目的で、下記の産学連携ベンチャー企業各社が設立、運営されている。近代マグロ、クロマグロの完全養殖化水産研究所は、世界初となる、マグロの完全養殖に成功しており、プロジェクト X。 挑戦者たちを、はじめ多くのマスコミに取り上げられている。2007年12月より、人口孵化したクロマグロの事業養殖業者に販売する事業も行われている。また、関連の大学ベンチャー企業、アーマリン近代を通じて、クロマグロの制御を大学ブランドの近代マグロとしても販売している。水産研究所並びに、大学院農学研究科は、 2002から2007年度まで、文部科学省、21世紀 COE プログラム、クロマグロなどの魚類、養殖産業支援型研究拠点に採択されていた。また、水産研究所を中核として、2008年度からは、文部科学省、グローバル COE プログラムクロマグロ等の、養殖科学の国際教育研究拠点に、採択されている。 2009年7月29日に水産研究所はオーストラリアの養殖関連企業クリーンシーズツナシャとの共同研究で世界で初めて南マグロの人工負荷から稚魚サイズまでの飼育に成功したと発表した。これはグリーンシーズツナシャ単独では実現できなかった南マグロの飼育をクロマグロの完全養殖に成功した。 水産研究所との共同研究により成し遂げたものである。2010年9月10日に、同学は、クロマグロの完全養殖の事業化において、総合商社の豊田通商との間で、技術提携を締結したことを発表した。同社は、今回の事業化への取り組みに際し、長崎県後藤市に、漁業施設、ツナドリーム五島を設け、同学の技術支援を受けながら、 クロマグロの商業生産を先行させたい考えとしている。2014年7月16日、同学は豊田通商との提携関係を拡大し、完全養殖マグロの大量生産を始めると発表を。近代の技術を使い産卵や治療育成を行う種苗センターを豊田通商が長崎県後藤市に建設し、2015年5月に稼働させ、 2020年に日本国内の養殖需要の半分に相当する年間30万尾の近代マグロを生産する計画。近代卒の魚と奇襲の恵近畿大学水産研究所2013年4月26日大阪駅北側の再開発地区梅北内。 グランフロンと大阪の北建て、ナレッジキャピタル6階に、同学と関連会社、アーマリン近代、及びサントリーグループと和歌山県との連携による、養殖業専門の料理店、近代卒の魚と奇襲の恵み近畿大学水産研究所が開店した。同店では、水産研究所が育てた、近代マグロなどの養殖業を中心とした魚料理を、はじめ、 水産研究所が所在する和歌山県の協力を得て、和歌山県産の食材にこだわった料理を提供している。店舗開発、運営等については飲食ビジネスに精通したサントリーグループがパートナーとなった。大学が研究の成果として自ら生産したものを産官学が連携して専門料理店にて消費者に直接提供するケースは、日本の大学では 初の試みとのことである。1958年近畿大学水産研究所入所、クロマグロの養殖を1970年にスタート、したが2002年には研究チームのリーダーとして難しいと思われていたクロマグロの完全養殖を成功に導いた熊井栄水教授、顧問は回転したことにこれまで長い時間をかけて餌の研究を重ね、 健康な魚を育てることに、邁進してきました。日本の養殖産業を引っ張ってきた、我々としては、養殖にイメージを変えるべく、安全で安心、そして美味しいということを PR していきたいですね、と、述べている。2013年12月4日には、第2号店として、東京都中央区銀座6丁目の銀座リドー街に、銀座店が開業した。 その他の研究水産研究所のシングル現状では2008年度より、長ザメの稚魚を養殖し、アーマリン近代を通じ、近代キャビアとして、試験的に生産、販売している。同年度は、生後14年目のメス3匹から計5.5キロ採卵し、100個限定で、販売、味も、好評ということで完売となった。これまでに、 生後12年から14年の生魚約120匹を養殖してきたが2009年6月下旬からは新たに300匹の稚魚を追加購入して飼育を始めた関係者はこのまま販売を続けると現在飼育している個体では足りなくなるため10年先を見越して補充することにした餌と飼育方法を研究して10年ほどで 採卵できるようにしたいと話している。2009年11月20日より、富山県伊水市にある水産研究所、富山実験場が人口孵化し、稚魚へ育てたトラフグを、堀岡養殖漁業協同組合が、制御まで育て、同組合により、製品化した、近代堀岡トラフグ薄作り鍋セットの販売を開始した。また、 2010年1月13日には、富山実験場にて、水温調整により、トラフグの稚魚の80%をお末育てることに成功し、その技術を確立した上で特許申請したことを発表した。この技術により、高級食材として珍重される白子をより多く生産できるものと期待されている。道根垣からは、白子を加えた、トラフグセットも販売された。 2010年2月10日、農学部キャンパス内にて、環境管理学科水研生態学研究室を中心とする研究グループが、同キャンパス内の里山にあるため池などで、系統保存を進めている、絶滅危惧種である、日本バラタナゴを放流させ、危険分散を目的として、様々な個人や機関に預け、保存、繁殖してもらう、里親プロジェクトを開始した。 同年2月25日には佐藤屋第一号として、奈良市立鼓坂小学校で、校内の池に、卵の繁殖に必要な炭水性の二枚貝と、ハゼの仲間であるヨシノボリと共に放流された。2005年、受容体系細胞表面タンパク質と、そのシグナル伝達系を標的とした、医薬品開発が、文部科学省、平成17年度私学学術。 研究高度化推進事業に採択された。マシコ高細胞生物学研究室ウェブサイト上で活動状況に概要、学術フロンティア構想調書、共同研究プロジェクト調書を公開した。2005年7月より大学院の総合理工学研究科理学専攻、遺伝カウンセラー養成課程が文部科学省科学技術振興調整費、 振興分野人材養成プログラムとして、京都大学大学院の遺伝カウンセラーコーディネーターユニットとの合同プログラムの形で、5可燃受託事業に採択された。理工学部では、飲料工場から大量に廃棄処分されるコーヒー、茶葉のカスや、間伐材剤などを原料として、製鉄や、鋳造の工程に使用できる植物、由来固形燃料を量産するための装置を、 三菱重工業とともに開発。近年では、何わろき研究所とともに従来装置の4倍の生産能力を持つ連続自動運転装置が新たに開発された。2008年6月18日より、文芸学部の学生が缶をデザインしたキリンビールの発泡酒、キリン麒麟、聖の大阪府加限定品、大きに大阪。キリンで元気。デザイン缶が販売された。 これは発売10周年を迎えた同商品が全国都道府県の中で大阪の出荷量が一番多いことから大阪の皆様への感謝の気持ちを込めて発売するという同社の企画に山岳連携活動の一環として同学が協力したものである。地元大阪の大学の中でもデザイナーや画家などを目指す学生が多く在籍すると される、同学の文芸学部芸術学科の学生たちから、大阪の食を代表するたこ焼きをテーマにしたデザインを募集したものである。寄せられた作品の中から、今年4月に、同社サイト上で、デザインコンテストを実施した結果、最多票を獲得した、大阪城や、通天閣、ヘップ5の観覧車を背景に、 大阪名物のたこ焼きを大胆に配置した元気、あふれるデザインが採用された。また同日には、同学と地域交流の面で協定を結んでいる、ヤオシのショッピングセンターアリオヤオで、発売記念イベントも行われた。2009年2月25日には、医学部において、変死体の死因救命に役立てる、死亡時画像診断システムを導入したと発表した。 大学医学部の法医学教室への導入としては、日本初となる。同システムは、死亡者専用の CT 装置の画像を立体化処理して、モニターに移し、メスで遺体を傷つけない被破壊検査が解剖の前、段階で可能で、全身を3ミリ間隔で輪切りにした画像を、約3分間で600枚撮影し、体の奥深くの出血なども発見できるという。 医学部の辰巳真治主任教授は将来は全ての変死体に愛を実施しより公正で客観的な死因究明を可能にしたい同年5月に始まることになった裁判員制度でも資格効果を活用したわかりやすい判断材料を法廷に提供できるだろうと話しているさらに2010年10月7日には同じ医学部法医学教室に DNA 鑑定の精度とスピードを従来と比べて大幅に向上させることができるゲノム定量解析システムが導入され本格的な稼働を開始した。このシステムは現在世界でも250台程度しか稼働していない最先端のものであり、そのほとんどが癌や難病などの治療を目的とする疫学的研究に用いられているが、 法医学分野での活用を主目的とする導入例としては国内で初ということである。2008年11月には生物理工学部の伊水葛良教授が京都大学と共同でシックハウス症候群の原因とされるホルムアルデヒドなどの有害物質を吸収する働きを持つ細菌の遺伝子を組み込んだ植物の開発に成功した。将来的には 干渉植物などへの応用も期待されている。生物理工学部と先端技術総合研究所はマンモス復活プロジェクトをロシア連邦及び岐阜県と共同で進めている。2009年1月8日には同学と岐阜県畜産研究所の研究チームがこのプロジェクトで活用されたクローン技術を応用して1993年に亡くなった。 ヒダ牛の元祖と言われる、安福号の冷蔵保存された清掃から、生き残った細胞を培養、増殖させて、同じ遺伝子を持つクローン虫を誕生させることに、成功したと発表した。2010年9月28日に、生物理工学部は、大阪歯科大学と共に、骨や歯の主成分であるハイドロキシアパタイトを、極薄のシートに成形したものを、 歯科治療に応用する共同研究を始めたと発表した。これは生体神話性に優れる銅シートを伴走口のように歯の表面に貼り付け、歯質の修復や保護、審美、知覚過敏症の治療にも役立てることを狙ったものであり、今回の治療に関する特許についても、両大学での出願が行われた。2012年5月23日には、 同学の工学部、薬学部、原子力研究所を中心とする研究グループが、水に溶けたセシウムをろ過して99%以上、取り除くことができ、建築物の壁や床材として使える強度を備える、漆喰、ゼオ CA 漆喰の開発に成功したと発表した。セシウムを吸着する性質を持つ鉱物のゼオライトを、 高濃度かつ特殊な方法で漆喰に混合することで、セシウム吸着能力と建材としての強度確保を両立させたものである。今後は、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故によるセシウムの放射性、同位体による汚染に対し、セシウムの除去や封じ込めに活用できる可能性があるとして、活用方法について、 調査研究を進めるとしている。2012年7月には、同学及び、近畿日本鉄道、丸紅の三社連携により、近鉄吉野線福神駅前の有給地に、農業施設、近鉄ファーム花吉野が開設された。施設内の植物工場では、レタスなどの刃物類や、ラディッシュなどのミニコンサイ類が、農業用ハウスではトマトが生産されており、 花吉野から野菜。シリーズとして、近鉄グループの、近小ストアでの販売や、ホテルレストラン向け食材として供給されている。2012年10月1日に、近畿大学は、地球環境保護の観点から、出願時における将来的な紙の願書の廃止を視野に、置いた、地球環境に優しく、受験生の経済的な負担も減らす。 近代エコ質願を2013年度の入学試験より実施すると発表した。同学は2012年度の入試の際、13万部の願書セットを用意したが、これを積み上げると、東京スカイツリー約3本分の高さに匹敵し、重量にすると約100トンになるという。しかし、そのうち約3万部が使用されず、廃棄されることになった。同学では、 紙の出願の件数を減少させるべく、2008年よりインターネットを利用した出願方式を導入してきたが、受験生の出願は紙の願書でという意識の強さからか、2012年度までのインターネット出願の利用率はわずか数パーセントとなっていた。そのため、2013年度の入試よりインターネットを利用して出願した。 受験生に対して検定料を割引受験生の経済的な負担を軽減することで、インターネット出願の利用率を一気に70%まで引き上げることを目標にし、本出願制度を実施することとした。この目標が達成されれば、次年度の入試より紙の願書を廃止し、完全ネット化を果たしたいとしていた。そして完全ネット出願化が実現することになれば、 国内の大学として初の試みとなり、また全国の大学に波及すれば地球環境保護へ多大なる貢献ができるとも表明した。この出願制度の宣伝においては宣伝からエコを実現するとして2012年度の志願表の実物をポスター用紙として再利用した交通広告が制作され天王寺駅 大阪駅、大阪南馬駅などで掲示された。その結果、同学でのネット出願件数は、2012年度の3767件から82030件まで大幅に増加し、ネット出願率は全体で64.4%、後期入試では目標としていた70.0%となり、同学ではネット出願が十分に浸透してきたものと判断した。 これを受けて2013年4月16日に、同学は、翌年の2014年度入試より紙の願書を廃止し、完全にインターネットによる出願に移行することを決定した。出願の完全ネット化は、全国の各大学で初の試みとなった。なお、ネット環境がない志願者に対しては、コールセンターによる電話受付などの代替出願方法なども行う。 ことで全ての受験生に対し入試におけるバリアフリーを目指して引き続き努力するとしているその後同学の動きを受けて東洋大学や中京大学など全国の各大学でも2014年度入試からのネット出願制度への完全移行が進むことになった加えて同学ではエコ出願の名称。 ロゴータ大学へ無償で対応するとしており、第一弾として、桃山学院大学が、エコ質願の使用承諾を得ることになった。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震並びに、それに伴い発生した東京電力福島第一、原子力発電所事故による甚大な被害を受けた、福島県立郡川又町に対し、近畿大学では、 継続的な支援活動を行ってきた。そして2013年5月31日に、同学は、震災復興アドバイザー移植上交付式及び、食品モニタステーション贈呈式を同庁で行い、それとともに、オール近代川又町除染支援プロジェクトが、本格始動することになった。同プロジェクトにおいては、総合大学としての研究力を活かし、農業、 三町づくり振興支援、除染推進支援、健康、心身ケア支援、放射線、脳測定支援の4グループに分けた上で、同町民の意見を反映させながら、復興支援策が実施されている。2018年、アンダーアーマーと提携し、体育会クラブの統一ロゴと統一ユニフォームを発表した。名称やカラーを統一し、大学、 体育会、他学生の一体感を生み出す。まず、アメリカンフットボール部、ゴルフ部、バレーボール部、ラクロス部、ラグビー部の5クラブが統一ユニフォームを着用することとなり、他クラブも順次揃えていく。近畿大学は、国家資格の基本情報技術者試験の午前の部の免除制度の認定校になっており、 応用情報処理論という科目の単位を取得し、修了試験に合格することで、FE の午前の部の受験が1年間免除される。2012年6月11日に、近畿大学は、和歌山県との間で、包括的連携に関する協定を締結した。同県木の川市に、生物理工学部を設置してから、翌2013年に20周年となるのを、 目前として、改めて連携を強化し、地域の特性を生かした、豊かで活力ある、地域社会の形成と発展に寄与するため、包括協定が締結された。2012年12月25日に、近畿大学は、次世代自動車産業の強力な技術基盤を築くため、広島県に本社を置く松田との間で、包括的研究協力協定を締結した。同学では、 平成21年度文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に採択された広島キャンパス内の次世代基盤技術研究所を拠点とする地域連携による次世代自動車技術に関する研究が行われており今回の包括協定に基づき松田を中心とする広島地区の自動車関連産業において産学連携による 最先端の共同研究開発、教育を通じての人材育成を進めるとしている。なお、松田が大学との間で、包括協定を締結するのは、広島大学、九州大学に次ぐ3例目で、私立大学との締結は初めてとなった。2010年12月3日に、近畿大学は、広島大学との間で、大学間交流に関する包括協定を締結した。 広島県東広島市にある同学の工学部と広島大学との間では、これまでも研究交流や人材交流を行ってきたが、互いに総合大学であるという利点を生かし、連携協力活動の範囲を全額に広げ、両大学間の交流を一層推進するため本協定を締結するに至った。本部キャンパスでは、毎年11月に、イコマ祭と呼ばれる、 学園祭が行われる。なお、近年から、生駒祭りの期間を利用して、近畿大学数学コンテストも開催されており、全国から数学好きが集って、腕を競う。その他のキャンパスで行われている、学園祭は、以下の通り。各種部活動及び、委員会活動を行う、学生団体は、同学において、公認団体と称される。 公認団体は学生に対し還元活動を行うとともに近畿大学生の基盤となることを目指し日々活動している。公認団体は自治会及び学生部会を除いて基本的に体育会か文化会に所属している。一部例外として体育会、文化会のどちらにも所属せず活動することが認められている団体も存在し、それらは 独立団体と呼ばれている。独立団体には、応援部、吹奏楽部、英字新聞会、新聞会、赤十字法師団中央執行委員会が存在する。また放送局は付属施設として位置づけられている。近畿大学体育会本部の体育会、公式野球部は、関西学生野球連盟に加盟しており、同連盟において最多である45回の優勝。 成し遂げた。また全日本大学野球選手権大会においては、優勝4回と準優勝5回、さらに明治神宮野球大会においても、2度の優勝を成し遂げた。特に1997年には、春、秋のリーグ戦と、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会に加え、全日本アマチュア野球王座決定戦にも優勝するという、 史上初のアマチュア、大学野球の五冠を達成することになった。2013年8月、7月に窃盗で1年生部員が逮捕されたこともあり、3ヶ月の活動停止とリーグ戦自体を発表した。広島の工学部体育会公式野球部は、広島六大学野球連盟に加盟しており、全日本大学選手権の出場経験もある。 広島6大学野球連盟では2008年10月現在、最多優勝記録を持っている。また、福岡の産業理工学部は、九州地区大学野球連盟に加盟している。なお、本部及び広島、福岡の各野球部とも、卒業後に、プロ野球選手となった者が、数多くいる。ちなみに、朝日新聞出版発行、大学ランキング2012年度版の、 スポーツ選手出身大学、プロ野球部門で、同学は、青山学院大学、早稲田大学に次ぐ、第3位となっている。空手道部は、本部と広島の工学部にそれぞれ設置されている。本部は、近畿大学体育会空手道部として、関西学生空手道連盟に、工学部は、近畿大学工学部体育会空手道部として、 中四国学生空主導連盟に所属している。2005年度の第49回全日本大学空主導選手権大会では本部と工学部の間で決勝戦が争われ本部が2年ぶり8度目の優勝を果たした。また、学生連盟所属としては福岡の産業理工学部学友会空主導部があり全球修学生空主導連盟に所属している。その他、 和歌山県の生物理工学部も、関西学生空主導連盟に2017年度より加盟。サークルとして、医学部と理工学部にも空手道部が存在する。ラグビー部は、関西大学ラグビーフットボールリーグ A グループに所属している。2012年度は、周期リーグで4位となったことで、全国大学ラグビーフットボール選手権大会へ2年ぶりに出場した。 近畿大学、デビルスは、アメリカンフットボール部の愛称である。2018年度は、関西学生アメリカンフットボール連盟のディバイデット、122年ぶりの復帰を果たした。相撲部は、学生横綱になった、学生、卒業生がおり、大相撲の親方になった者も,もいる。水上競技部は有力な競泳選手を多く抱え、オリンピックや世界選手権の代表となった者も,もいる。 要求部は日本では、競合チームとして、名を馳せており、多数のオリンピック選手を輩出している。バスケットボール部は、関西学生バスケットボールリーグ一部所属の、関西の競合として有名であり、プロ選手も多く輩出している。バレーボール部も、関西の競合として有名であり、V リーグへも、数多くの選手を輩出している。ちなみに、朝日新聞出版発行。 大学ランキング2012年度版のスポーツ選手出身大学男子 V リーグ部門で同部が第1位となっている。ボクシング部はかつて全日本大学ボクシング王座決定戦を11度制するなどの記録を持ち森岡栄治、名城、信夫、原田剛、赤井秀和、中谷正義などの名選手を輩出した競合として知られていたが、 2009年6月に当時の現役部員2名が強盗容疑により大阪府警に逮捕される事件を起こした。これを受け道学は本件に関する社会的責任を明確にするためボクシング部を無期限の活動停止処分とし、道部は一時廃部扱いとなっていた。しかし、道部 OB 会などからの復活の嘆願の声を受け、 三年後の2012年10月27日より、正式に同部は復活した。総監督には、赤井秀和が就任し、同部の再開と復興を進めることになった。近畿大学文化会学術系、展示系、研究系、講演系の大きく四系統があり、34団体が活動している。学術系には、 天文研究会、法学研究会、英語研究会がある。展示系には、書道研究済み等会や陶芸部等がある。研究系には、視覚障害福祉を中心に活動している、社会福祉みれ会や、野外活動や、放仕活動を行うローバースカウト部、サイクリングや、ポタリングを行うサイクリング部、釣り部ベ超友会等がある。公園系には、尺八や、 三味線琴を演奏する、法学部、公共楽団、ギターマンドリンクラブ等がある。34団体を統括する団体として、文化会総務が存在し、各サークルの役員経験者等から選出されている。その他近畿大学ラグビー同好会ドルフィンズは、2007年と2008年の2年、連続で、東西学生クラブ対抗試合に、西日本代表として出場した。 近畿大学本部キャンパス E キャンパス内にある B 館近畿大学の公式サイト、大学案内などでは、本部キャンパスあるいは東大阪キャンパスと呼称している。本部キャンパスは赤レンガ風タイルを外装とする校舎が多く、多くの樹木に囲まれている。また、情報処理教育棟、B 館、A 館、C 館などの校舎、施設群は、 東門から旧大阪中央環状線を挟んで向かい側に立地する。これらの校舎、施設群を E キャンパスと呼称する。E キャンパスは本部キャンパスを構成する一部と言える。この E キャンパスを利用する学生の大半は経済学部や文芸学部を筆頭に総合社会学部、法学部。さらには情報処理教育旨を利用する全学部の学生であるが、 旧大阪中央環状線は、比較的、終日交通量が多い道路であるのにもかかわらず、横断歩道のみしかなく、授業の合間は両キャンパスを往来する学生で、付近は混雑する。また本部キャンパス内には、大学生協の店舗や学生食堂などが、設けられているが、E キャンパス内には、小規模な売店がある他には、本格的な施設が長年設けられていなかった。 しかし2010年4月に E キャンパス内では初の本格的な施設としてセブンイレブンスキヤやモスバーガーなどが出展するブロッサムカフェが開設された赤レンガ風タイルの外線門がキャンパスのシンボルでありクリスマスシーズンのイルミネーションも恒例となっている2014年7月に近畿大学は東大阪 本部キャンパスの大規模整備計画、超金大プロジェクト構想を発表した。同計画では、同学の新たなシンボルとなる、タワー棟、山岳部の振興者及び従来の機能を一新した、図書館などの建設を予定している。このうち山岳部の新校者は2016年までに、順次完成している。近畿大学英語村 E3、E9 部2006年11月。 東大阪本部キャンパスに英語教育と交流のための施設として近畿大学英語村 E3E9 部が開設された。遊びながら英語を学ぶことを目的に笑顔で英語と触れ合う空間として学生、教職員に利用されている。本施設ではすべての会話は英語のみで行うことで自然に楽しみながら英語を身につけるられることが特徴である。また、 大学の休暇中は、付属学校、幼稚園向けや、一般市民向けのプログラムも実施されている。施設の名称は、イングリッシュエンジョイメントエデュケーションの3つの E を組み合わせたもので、学内公募により決定した。2015年6月に、第1回近代公開オーディション、近代エスゴットタレントを開催。近代性の中から、 ダンスや演奏などの才能を持つ近代のスターを発掘することが目的。ハリウッド俳優、プロデューサーの小山田誠などが最終審査員として参加。農学部キャンパスキャンパス名称は正式には学部名称を使用しているが学内では奈良キャンパスと通称される。医学部キャンパスキャンパス名称は正式には学部名称を使用しているが学内では 大阪狭山キャンパスと通称される。生物理工学部キャンパス半和線木駅下車、バス約30分が最寄り駅となっている。南海線、樽井駅、半和線泉砂川駅、和歌山線小川駅、下井坂駅も最寄り駅の一つである。キャンパス名称は正式には学部名称を使用しているが、学内では和歌山キャンパスと通称される。 工学部キャンパス工学部キャンパスキャンパス名称は正式には学部名称を使用しているが学内では広島キャンパスと通称される。なお工学部のキャンパスが2団地に分かれていた1991年から2001年の間は通称として東広島キャンパスを使用していた。産業理工学部キャンパスキャンパス名称は正式には 学部名称を使用しているが、学内では福岡キャンパスと通称される近畿大学東京センターが入居する新牧町ビル。ありがとうございます。